最後のメロディー。昔々アメリカのある小さな町、その街角にひっそりと一つの楽器店があった。店の店主の名前はアリス。まだ20代半ばの若い女性だ。店はもう長いこと客足が遠のいており、閉店の危機に瀕していた。しかしアリスにとってこの店はただの商売以上のもの。亡き祖父が残した大切な場所だった。ある晩、店の前に謎の老人が現れる。彼はアリスに一つの楽器を売りたいと言った。それは古風だが美しいバイオリンだった。老人は、このバイオリンには特別な力が宿っている。しかし、その力を解き放つには真の音楽愛好家でなければならない、と謎めいた言葉を残して消えた。翌日、アリスはバイオリンを手に取り、優しく奏でてみた。すると、驚くべきことに、店内には幻想的な光が満ち、美しいメロディーが流れ始めた。音楽は次第に街中に響き渡り、人々がその音に引き寄せられるように店に集まってきた。しかし、幸せもつかの間、街には突如大きな嵐が訪れた。アリスと街の人々は音楽店に避難したが、店は古く、いつ崩れてもおかしくない状態だった。みんなの不安が高まる中、アリスは決断した。バイオリンを手に取り、心を込めて演奏を始めた。驚くべきことに、そのメロディーが嵐を沈め始めたのだ。美しい音楽が街を包み込み、雨雲が晴れ、青空が現れる。街の人々は音楽の力に救われたと喜び、アリスの楽器店は再び街の人々に愛される場所となった。バイオリンの力は、アリスが真の音楽愛好家であることを証明した。店は救われ、アリスは祖父の遺志を継ぎ、街の人々と音楽の喜びを分かち合うことができた。そして、アリスは再び老人に会うことはなかったが、彼女の心の中にはいつもそのメロディーが響き続けていた。